ました。優勝、優勝。はい、おはようございます。まだ日も昇らないのにこんな続々とスキー場に人が来ました。晴れましたよ。乗船開始ですかね。まだ始まってませんけどね。男に負けるっていう文字はないと思います。すいません、ここ、ね、25番から行ってますね。誰が来たんかと思った。知らない人かと思った。4人乗れません。一番最後に乗った人が一番最初に降りられるんで。まだ別にスタートするわけじゃない。いや、乗る乗る乗る。乗るじゃん。乗るじゃん。乗った一番。乗った一番。降りてもらって、スカイドーム横のアーチまで、レッドブルのアーチまで降りていただくので。はい。滑れるのか。ああ、ピステンだから滑れる。ああ、ピステンだ。ああ、ピステンは滑れる。優勝ですか俺。あ、優勝です。やったー。まだ予選優勝ですからね。優勝やった。予選の段階です。下まで来ていただいて板をひっくり返してお越しください。綺麗に並べていきましょう。あ、これって、はい、こうやって、もう直前に移動します。今まだ、今まだです。言ってよ、言ってよ。あれスキー乗車って、あ、でも選手乗車か。優勝しました。やった。のAカラーを持っていらっしゃいます。全てにおいて日頃の行いにより、あの番号を決まっております。ざわついてますね。人は大会やってるんですから、スタートダッシュの時に必ず私 GoPro 系のものを3つ拾います。それとオンにしてなかったって言ってつまずいて後ろから、将棋倒しも何度も見ております。メディアもいっぱい来ております。結構かっこいいスタイルなんですけれども、トイレのチャック開いてる人も結構何人か見受けられます。パスだよし、パスだ、パスだ、パスだよしじゃない。危ない、パスだよしで。かなり見てますよ。かっこいい滑りでも身だしなみがかっこよくないとあんまり絵になりませんので、皆さん身だしなみも含めてかっこよくスマートに滑りましょう。あれ加算しないんだね。一応本気出すけど、いや、どんだけ遅いかやんない。そしてまもなく皆さん5分前となります。あ、5分前、最終的な、ブースですとか、締めは、もう一回言ってもらっていいですか。怪我相談等々のですね、シューバーナーレとか日頃の運動部とかのリスクは滑走中じゃなくて滑走前可能性ございますので、今のうちに、アキレス腱ですとか太もも腱ですね、続いてる時よりも最初のダッシュで出すとかストレッチを加えて、はい、
準備運動の大切さですね。はい、用意ドン走り出して板を見つけて板を履くまでに全体力の8割を使うそうなので、発想は惰性で、なのでカービングとかうんぬんかんぬんはありませんと。だからペース配分を気をつけろと。私こっからダッシュするから。ダッシュする。そうだよ。ダッシュきついと思うかな。元気があれば何でもできる、元気があれば質問もできるということで、ザクザクじゃんこれ。ザクザクじゃないか。すげえな、みんなよくあんな走れんな。ザクザクだ。あった。もう見つけた、俺の板。もう見つけたぜ。さっき置いた位置と変わってない。置いた位置と変わってないよ。ここにある。変わってないよ、位置が。よっしゃ。よっしゃ。大丈夫。先立ってるぜ。痛いぜ。痛い。
外された、外された。もう膝は、ここなら膝は痛くない、ここなら膝は痛くないけど前足が不明。うわー、抜かれた、抜かれた、抜かれた、抜かれました。よっしゃー、取った取った。俺が順位一番早い。この後リザルトの速報が届き次第、レッドブルのオッピアメントのところでリザルトを発表します。皆さん、この
声が音が聞こえるところにめっちゃ痛かった膝。結構早めに撮影。いや頑張っちゃった。ランニング走るのはね、ビー。スノーボード指導した選手の皆さん、お疲れ様でした。一番最後だった。この後、あっという間だな。スノーボード指導した選手の皆さんは、藤田恭平さん。タイムが5分32秒60です。そして2位の選手、ビブス94番、下平正成さん。5分31秒33です。おお、2分も早い、俺より。1位の選手は、ビブナンバー18番、石坂浩二さん。おめでとうございます。あの石坂浩二、石坂さんのタイムは5分29秒90。何でも鑑定団のでした。男子の選手は、マジ総合の順位、もう一度言います。何でも鑑定団。3位167番、2位94番、1位18番。以上の3選手は、この後フォトセッションをやりますので、ビブスは返さずに、この大きなテントの近くにそのままいてください。それでは、女子のリザルトです。女子のリザルト3位202番吉田奈々さん、おめでとうございます。タイムが6分22秒88です。そして女子の2位の選手、ビブス26番上村愛凛さん、タイムが6分5秒4です。そしてスノーボード女子1位はビブス132番東海林亜希さん、おめでとうございます。タイムが5分53秒89です。で今読み上げた女子の選手の皆さんも、あれおソフトの火曜日までには、かなみ、かなみです。かなみが命名かなみという発表がありました。今命名かなみ、かなみです。じゃあ、もう記念にレッドブルでももらっても帰ろう。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。え、何これ？小銭入れ。小銭入れ。小銭入れください。ありがとう。ビブスの交換なんですね。おっと、独走です。スキーヤー独走です。あんなに独走する？そんな独走する？おさあ、2号さん、結構接戦ですね。あ、子供もいますね。さあ、スキーがこれで上位がゴールしました。じゃあ私のあれは終わってしまいましたけども、順位はケツから何番目ですかね。ケツから20番目くらいですかね。まだ順位が発表されてませんけども、ちょっとね、絵的にはねビリ取りたかったんですけど、でもね、やらせでね、ビリ取ってもね、やらせでビリ取ったらそれこそつまんないので、一応ね、本気でやったんですけど、ビリにはなれませんでした。最初のね、スタートダッシュはビリだったんですけどね、板は一発で見つけて、板一発で見つけて、板入って、スキーがゴールしました。っていう演出です。はい。ビリにもなれず、こんな感じとなりました。膝はね、昨日よりはめっちゃ滑れるよ。あんま変わんねえかな。痛みは昨日あんま変わんねえかな。ということで、私のレッドブルは終了となってしまいました。参加賞もらってね。順位の発表はまだですか？
なんか、月曜か火曜でやりました。だそうです。発表の前に改めて、全選手の皆さんのリザルトは火曜日までに、レッドブルスノーチャージのウェブサイトの方に掲載をします。全選手のリザルトは火曜日までに、レッドブルスノーチャージのウェブサイトに掲載しますので、ぜひこちらでご覧ください。ないですか？ないです。カニに、どこのカニに落ちた。大丈夫だった。